よろしくお願いいたします。お願いします。本日はこちらでございます。はい、届きました。ラフライクカーディスフィノカスクフィニッシュ、はい、はい、でございます。お届け物なんですけどね、うん、はい、本日はこちらを味見ながらまたねご説明もしていきたいと思います。はい、それじゃあ今日も行ってみよう。というわけでですね、うん、これ送ってくれた方の本名はわかるんですよ、うん、書いてあったんですけど、うん、ハンドルネームがわからなくてですね、はいはい、誰かわからないとぜひね、あの DM ないし、うん、まあコメント欄だと偽物出てきちゃうかもしれないですけど、あ、そうですね、まあでも俺だよって書いていただければなと思います、うん、誰だってなと思うはい、こちらです。黄色ですね。黄色です。はい、こういう感じでございますよ、うん、いいですね。なんかカーディスって感じ、うん、黄色が来ると、うん、はい、では説明します、はい、カーディス何度かやってますがちょっと説明します。ラフロイグのカーディスっていうのは1994年に設立されたフレンズオブラフロイグっていうですね、あのクラブがあります、うん、ファンクラブですね、うん、があって会員メンバー向けに年1回リリースされる限定シリーズでございます。で今回のこの送っていただいたのはラフロイグカーディス2018フィノカスクフィニッシュでございます、はい、ファーストフィルバーボンバルで熟成した後ドライシェリーの代名詞であるフィノが貯蔵されていた樽にて二重熟成された一品ということで、ほうという感じでございます。度数は 51.8 度、700ミリでございます、はい、なかなかいいお酒ですよ、金額的にもね、うん、はい、ありがたいことでございますが、はい、早速味を見て、味を見ていきます。いや、なんかカーディス拒否ってたのに集まりだしてるっていう、いいですね、よくないんですよ、優勝パワーだっつっていっぱいになもうすごいことになっちゃうよ、本当に。全世界3万本の限定だそうですよ。おー、いいですね。すげえあるね、3万本って。まあ結構あるよねでは色はですね、色はね、うん、ご覧いただいた通りですもう透明なんでボトルがゴールド、ゴールド、うん、でね結構ねタルンタルンしてるんですよ液体が、粘りがある、ネバールくん、ネバールですよ。注いでる時もさ、なんかずーっと、うん、流れが重い感じがありましたよ、うん、香りを、ああ、僕フィノはね比較的大丈夫な部類なんです。辛いからかね、うん、オロロソーとか、オロロソーとかペドロヒメネスとか、そうですよね、そっちになってくると、うんうん、へぇーってなるんですけど、へぇーウルトラマンみたいなそう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 、なるほどフィノは比較的、でもまあ苦手な苦手ですけどねまあまあバーボンダルで熟成してたという割にはやっぱフィノの感じが強いですよ。あと塩ね、うん、塩っぽいね、ジャムだよね、ジャム、ジャムみたいな、ジャム、ピーテッドジャムみたいな、やだやだね、それはヘビーリーピーテッドジャムみたいな、いやそれはやだな甘さとピーと、あ、ヨード、ドロドロですね、うん、落ち着いてくるとバーボンダルのね、そうですね、感じも出てきて、うん、きつくないっすよ、全然、うん、普通に10年とかなんかよっぽどきついんじゃないかしら、うんうん、お花のような感じよ、うん、優しさが、そうね、決してまあ優しくはないですけどね、誰優しくはない、アルコールのアタックが強いからかな、優しく感じないのは。今まで飲んできた15年とか、うん、レアハウス1とかみたいな、そうそうそう、ドカーンっていうのはない、濃いなこれってやっばっていう感じじゃなくて、お上品な感じがしますね、うん、ではいただきます。足を見てみます。ああ、あるよね、こういう飲んだ覚えがあるの、このシェリー感、まあね、こうブワッときてスーッというふうに流れる、うん、口の流れの印象なんですけど、最初このブワッとした瞬間はナッツみたいなね、アーモンドのようなね、あ、香ばしい感じ、香ばしい感じ、はいはいはい、ありますね。でその後はそれこそドライシェリーですよの感じと、うん、ヨーディーな感じが相まって長い、すごく長い、そうですね、うん、で甘みも軽くずっと乗っているし、うん、飲みやすいなと思いますね、僕はね、つかずな印象です。大体、うん、もっともっとシェリーみたいな、
もっともっとバーボンよりみたいな、うん、極端なところのちょうどこれぐらいだったらあなたたちいけるでしょうみたいな、そうそうそう、ね、合間合間を縫ってくるんですよ。優しいんですよね。優しい、爽やかで優しい、そうなんです、軽やか、どっちかというと飲みやすくて、でも確かにあれどっかで飲んだ印象があるなっていうようなウイスキーですよ。そうそうそうなの、うん、よくあるよねこういう。よくあるっていうか、あ、飲みやすいね、これアイラ初級編にいいんじゃないとかね、なんかそんなことを言ってそうな気がするよね、はいはい、僕らの動画だったら、うん、そんな味ですね重ねれば重ねるほど、どっちかっていうと辛と甘があったらちょっと辛寄りの、辛寄りの甘だよ、辛寄りの甘なんか、うん、よくわかんないけど7、65% くらい辛に振ってる感じ。そうですね、70% っすか、 70% ぐらいですか。あ、なるほどね、80超えたら辛口みたいな、そんな感じですね。そうですね、なんかそんなところかな。加水を、はい、お願いします。我々のチョアイス、あなたのチョアイス、おい、どう、レーズンバター、うん、すごっあ、これはもう甘どっしり甘うわお菓子だよ、お菓子、もうお菓子になっちゃったよ、うん、全然ピートとかヨードみたいなとこないよ、ないです本当にっていう、うん、まあ慣れてくればね、うんうん、草っぽいとか泥っぽいところがいるけど、いますが、もう甘じょっぱい洋菓子、洋菓子、洋菓子をバター使ってうん、ふわふわに練ってあるみたいな、そうで、レーズンのジャム塗ってある、うーん、そうそう、感じですね、うん、もうそれにしか感じないぐらい強い強い印象が、へえ、様変わりしました。味を、はい、いただきます。あ、後味が変だな変っていう言い方かしら、すごいバランス、あれミスったっていうラフ10年の水割りみたいになってるイメージ、おい悪いからすんのそんな感じじゃない、うん、そうですね、薄くなっちゃったよ、薄いです、薄いです、そうそう、薄っぺらく泥っぽくてヨーディーでピーティーなんですよ、うん、飲める飲める、こっちの方が飲める僕は。あ、そうか、うん、僕はさっきのが好きだった、やっぱ甘みもあってよかったかなと思いますね。これあと悪かないけどね。あ、そう、悪くない、ね、悪くはないんだけどねなんか難しい、なんかグッとこないんだよね。あ、加水した方がしっかりとラフロイグッっていう、確かに確かに、筋が通る、これなら10年でも、あ、全然いいっす、あね、加水しちゃったらちょっと10年でもいいかなってなっちゃうよね。加水しないで飲んだ方がこのカーディスの良さは、良さっていうかね、特徴はフィノのカスクの良さがね、うん、出ると思いますね、はい、はい、というわけで本日はラフロイク、カーディス、カーディス、フィノ、カスクどっちどっち、フィニッシュ、どっちをご紹介いたしました、はい、送ってくれた A さん、 A さんありがとうございます、ありがとうございます。はい、というわけで今日はこの辺でまた、ありがとうございました、ありがとうございました。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。